モニター再生につなげるよ。はい、リーダーが勝手に。ほらこれでいい。最強の敵として認め合い戦う。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。ここで戦うのやめたら自分が自分でなくなっちまう。貴様たちの盛り上がりを、この私が作る。これが荒屋敷、完全なる姿。ちょっと、どうしたの？やつのは誰？あや、それにあっ、全く固執でどうだ。大尉、地球をお戻りください。ドロワが沈みました。バカな、あのドロワが。すでに撤退命令が出ています。もらった。私に出会った不幸を呪うがいい。では私も果たすべきを果たすとしよう。そうそうやらず。遅い遅いぞエピオ。やつの反応速度を超えろ。ドミキャツロジョンジョンサイ。いずれ後悔することになる。君が何者かは知らない。邪魔をしないでくれ。それに今あれだ、アダリスタン王国で歯向かう意味もわからぬ者どもがやってくれる。ついたのか。すぐ楽にしてやる。兄か妹を殺す。はい、ちゃんと攻撃を集中させて動きを止めろ。ちょっともっと食らって。何のことかね。すがだな小隊長君。君のデータも取っておくべきか。このデータ何使うつもりなの。私にはそれを答える権限は与えられていない。つまりやらされてるってこと。誰に。考え。俺たちは勝ち続けなきゃいけねえんだ。まだ俺は負けられねえ。決して知らない鉄の花鉄火。やるな小隊長君。それにその期待もなかなかのものだ。データ油断しちゃダメ。相手も百戦錬磨のベテラン。何を隠してるかわからないよ。サイクロプス隊の礼儀ってやつを目に焼き付けておけよ。これ以上は刺さないわ。バカな。俺がやられただと。敵の撃破を確認。やったわ。なんとか防げたみたいね。小隊長お疲れ様。正しい歴史に戻ってもらわないと。この勇士その目に刻め。このブレイクアウト成功。よかった。